リオくん、またどうせ俺アラビア語にされるんでいいです、頑張ります。これはあのリオだけで一本にするよ、俺はいらねえよ、そこの方に。いや、リオさんいつも素敵な作品をありがとう。今日のコンセプトは今日はですね、あのファイナルなんで、あのちょっと きれいめにこんな感じで巻いていきます。ありがとう、マジ完成が楽しみですね、うん。爪抜いてまんねん。ええやろ、この木で。あ、リオ、リオ2回目のブレイズどう？2回目のブレイズ？庭？もはや。あのね、緊張しすぎて手が震えてます。やっぱ緊張するな。さすがにね。ブレイズね。本当ならレオの誕生日がブレイズの予定だったんで。そうだ。なくなっちゃったけど。まあ、そんないい気持ちでやりましょう、うん。ブレイズぶった切ってきます。よろしく。次に向かって肺が痛いと。楽しみだね、1年3ヶ月ぶりのブレイズ。はい、そうですね。まだまだ大変な時期ではあるんですけれども、コロナが、まあ、無事回れたことに本当感謝されてますね。無事今日を迎えられたってことで、はい、怪我なく、病気なく、そう、病気なく、みんながこうやって元気なのが一番だよ、本当に。それが一番よ、マジで。最高のね、ライブして、もう今年最後のでかいライブなんで、頑張り合う、悔い残らず、楽しもう、楽しもう、あ、もう緊張する、最高の俺らの音楽を届けるのに、はい、これをこなして、もう来年、まあ、コロナ大変だけど、負けずに、最高なまだ。でかく目指していきましょう。生かで、生かで、よし、皆さんロックする準備できますか？はい、手が震えてんぞ。深呼吸しろ。じゃあ楽しんでいきましょう。はい、帰りたい。はい、はい、早いよ、ガロピック。はい、OK。I'm not afraid to die.
こうやって辛い状況でも一つ一つをみんなで協力して乗り越えて楽しんでやっていけることができました。これが新しい証明だと思います。次につながると思います。いろいろ言われる世の中ですけど、いろんなことが起きる世の中ですけど、俺たちらしくいつも通り笑顔で楽しんでロックと音楽を忘れないようにこれからも頑張っていきたいなと思いますんで、応援よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。全部編集した。バイバイ。はい、11月20日新宿フレーズありがとうございました。延期にね、延期を重ねて今日迎えたんですけど、開催してよかったなってメンバー一同思っております。ありがとうございます。今年はもう終わっちゃうんですけど、こんな状況だけど気をね強く持ってさらにかっこよくなっていきたいと思っております。これからも応援よろしくお願いします。フレーズありがとうございました。こう延期の延期とかになっちゃって結構遅くなっちゃったんですけど、ファイナルの場所も変わったけど、やっぱりみんなとこうやってライブができて楽しいツアーになりました。ありがとうございました。11月20日アンコントローラブルビスターボ新宿フレーズありがとうございました。コロナ禍ですごい大変な状況で延期されて、でまた延期されてってすごい大変だったんですけど、本当にやってよかったと思います。いろいろ制限があった中で来れない人もたくさんいたと思うんですけど、やっぱこれをビスターボンで消化しないと絶対次に進めなかったので、まだまだ不安な情勢ではあるんですが、これからも気をつけて活動していきたいと思います。ツアーで、怪我とか病気とか本当にみんななく終えれたので本当に良かったと思います。しばらく大変な状態が続くんですけど、お互い頑張って行きましょう。またね。はい、ビスターボのツアーがフレーズで終わりました。ありがとうございました。そうですね、メンバーと、楽しく、みんなのおかげで回ることができたツアーだったんで、これからも次の目標に向かって頑張りたいと思います。あといっぱいご飯を食べます。たくさん寝ます。こんな感じでみんなも健康でまた会いましょう。ではまた、ありがとうございました。いやー、2回目のフレーズということで、当初予定してた場所と違くなる、変わっちゃってフレーズになったんですけど、持っていく気持ちとか、やってやるぞみたいなのは変わらないので、今日やりきれたかなと思いますし、ツアーで培ったものとか、いろんな景色を、刻み込んだんで、次にね、またつなげれるかなと思います。しっかりこう前に向いて生きていけばかなりいいことあるかなとこう僕は思っていますし、現にこうやってできないと思ってたライブができていて、そうやってこう確実にその結果が残せたので、それは間違いなく自信になるかなと思いますね。でもダメなので、これからもよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。